夏目漱石作名案106「なあに兄さんが強情なんですよ」とお秀が言い出した兄嫁に対して何とか説明しなければならない位置に追い詰められた彼女はこう言いながら腹の中でなおのことその兄嫁を憎んだ彼女から見たその時のお信のほど そらぞらしいまたずうずうしい女はなかった「ええー、うちは強情よ」と答えたおのぶはすぐ夫の方を向いた「あなた本当に強情よ」秀子さんのおっしゃる通りよその癖だけはぜひおやめにならないといけませんわいったい何が強情なんだそりゃあ私にもよくわからないけれども 何でもかでもお父さんから金を取ろうとするからかいそうね取ろうとも何とも言ってい,いやしないじゃないかそうねそんなことおっしゃるはずがないわねまたおっしゃったところで効き目がなければ仕方がありませんからねじゃあどこが強情なんだどこがってお聞きになってもダメよ私にもよくわからないんですから。 だけどどこかにあるのよ強情なところが。バカバカと言われたおのぶはかえって心持ちよさそうに微笑した。お火ではたまらなくなった。兄さんあなたなぜ私の持ってきたものを素直にお取りにならないんです素直にも義ごにも取るにも取らないにも。 お前の方で天から出さないんじゃないか。あなたの方でおとりになるとおっしゃらないから出せないんです。こっちから言えば、お前の方で出さないから取らないんだ。しかし、取るようにして取ってくださらなければ、私の方だって嫌ですもの。じゃあ、どうすればいいんだ。わかってるじゃありませんか。 二人はしばらく黙っていた突然津田が言い出した「お信お前お秀に謝ったらどうだ?」お信は呆れたように夫を見た「なんでお前さえ謝ったら持ってきたものを出すというつもりなんだろうお秀の了見では私が謝るのは何でもないわ。 あなたが謝れとおっしゃるなら、いくらでも謝るわ。だけど、おのぶは、ここで訴えの目をおひでに向けた。おひでは、その後、遮った兄さん、あなた、何おっしゃるんです？私がいつ姉さんに謝ってもらいたいと言いました？そんな言いがかりを捏造されては。 私が姉さんに対して面目なくなるだけじゃありませんか沈黙がまた3人の上に落ちた津田はわざと口をきかなかったおぶには聞く必要がなかったお秀は聞く準備をした兄さん私はこれでもあなた方に対して義務を果たしているつもりですお秀がやっとこれだけ言いかけた時 津田は急に質問を入れた。ちょっとおまじ義務かい親切かいお前の言おうとする言葉の意味は私にはどっちだっておんなじことですそうかいそんなら仕方がないそれでそれでじゃありませんだからです私があなた方の影へ回ってお父さんやお母さんをつっついた結果 兄さんや姉さんに不自由をさせるのだと思われるのが私にはいかにもつらいんですだからその額だけをどうかしてあげようという行為から今日わざわざここに持ってきたというんです実は昨日姉さんから電話がかかった時すぐに来ようと思ったんですけれども朝のうちはうちに用があったし昼からはそのようで 銀行へ行く必要ができたもんですからつい来損なっちまったんですもともとわずかな金額ですからそれについてとやかく言う気はちっともありませんけれども私の方の心遣いはまるで兄さんに通じていないんだからそれがただ残念だと言いたいんですおのぶはなお黙っている津田の顔を覗き込んだ「あなた?」 「なんとかおっしゃいよ」。なんて。なんてってってお礼をよ。秀子さんの親切に対してのお礼よ。たかがこれ式の金をもらうのにそんなに恩に着せられちゃいやだよ。「恩に着せやしないって今言ったじゃありませんか」とお秀が少しかんばしった声で弁解した。 おのぶは元どおりの穏やかな調子を崩さなかっただから合情を張らずにお礼をおっしゃいというのにもしお金を拝借するのがお嫌ならお金はいただかないでいいからただお礼だけをおっしゃいよおでは変な顔をした津田はバカを言うなという態度を示した107 3人は妙な羽目に陥った行きがかり上一種の関係で因果づけられた彼らは次第に話をよそへ持って行くことが困難になってきた席を外すことは無論できなくなった彼らはそこへ座ったなりどうでもこうでもこの問題を解決しなければならなくなったしかもはたから見たその問題は 決して重要ななものとは言えなかった遠くから冷静に彼らの身分と境遇を眺めることのできる地位に立つ誰の目にも小さく映らなければならない程度のものに過ぎなかった。彼らは人から注意を受けるまでもなくよくそれを心得ていた。けれども彼らは争わなければならなかった。 彼らの背中に背負っている因縁は他人にわからない過去から複雑な手を伸ばして自由に彼らを操ったしまいに津田とお秀の間に霜のような問答が起こった初めから黙っていればそれまでですけれども一旦言い出しておきながら持ってきたものを渡さずにこのまま帰るのも心持ちが悪うござんすから。 どうかとってくださいよ兄さん置いていきたければ置いといてよだから取るようにして取ってくださいな <laughs> 一体どうすればお前の気に入るんだか僕にはわからないがねだからその条件をもっと淡白に言っちまったらいいじゃないか私、条件なんてそんな難しいものを要求してやしません ただ兄さんが心持ちよく受け取ってくださればそれでいいんですつまり兄弟らしくしてくださればそれでいいというだけですそれからお父さんにすまなかったと本気に一口おっしゃりさえすれば何でもないんですお父さんにはとっくの昔にもうすまなかったと言っちまったよお前も知ってるじゃないか しかも一口や二口じゃないやね。けれども私の言うのはそんな形式的なお詫びじゃありません。心からの後悔です。津田はたかがこれ式のことにと考えた。後悔などとは思いもよらなかった。僕の詫びよ用が空々ららしいとでも言うのかね なんぼ僕が金を欲しがるったってこれでも一人前の男だよ。そうペコペコ頭を下げられるものか考えてもごらんなだけれども兄さんは実際お金が欲しいんでしょ欲しくないとは言わないさそれでお父さんに謝ったんでしょでなければ何も謝る必要はないじゃないか。 だからお父さんがくださらなくなったんですよ。兄さんはそこに気がつかないんですか津田は口を閉じた。おひではすぐのしかかっていった。兄さんがそういう気でいらっしゃる以上お父さんばかりじゃないわ。私だってあげられないわ。じゃあおよしよ。何も無理にもらおうとは言わないんだから。 ところが無理にでももらおうとおっしゃるじゃありませんかいつさっきからそう言っていらっしゃるんです言いがかりを言うなバカ言いがかりじゃありませんさっきから腹の中でそう言い続けに言ってるじゃありませんか兄さんこそ淡白でないからそれが口へ出して言えないんです津田は一種険しい目をして 尾ひれを見た。その中には憎悪が輝いたけれども、両親に対して恥ずかしい。という光はどこにも宿らなかった。そして、彼が口をきいたときにはおのぶでさえ、その意外なのに驚かされた。彼は彼に支配できる。最も冷静な調子で彼女の良きとはまるで反対のことを言った。 おひでお前の言う通りだ兄さんは今改めて自悪する兄さんにはお前の持ってきた金が絶対にいるようだ兄さんはまた改めて公言するお前は妹らしい情愛の深い女だ兄さんはお前の親切を感謝するだからどうぞその金を この枕元へ置いていってくれおひでの手先が怒りで震えた両方の方に血がさしたその血は心のどこからか一度に顔の方へ向けて動いてくるように見えた色が白いのでそれが一層鮮やかであったしかし彼女の言葉遣いだけはそれほど変わらなかった 怒りのうちに微笑さえ見せた彼女は不意に兄を捨てて輝いた目をおのぶの上に注いだ。姉さんどうしましょうせっかく兄さんがおっしゃるものですから置いていってあげましょうかそうねそりゃあ秀子さんのご随意でようござんすわ。そうでも 兄さんは絶対に必要だとおっしゃるのねええー、うちには絶対に必要かもしれませんわだけどあたしには必要でもなんでもないのよじゃあ兄さんと姉さんとはまるで別っこなのねそれでいてちっとも別っこじゃないのよこれでも夫婦だから何から何まで一緒くだよだって おのぶは皆まで言わせなかった「うちに絶対に必要なものは私がちゃんとこしらえるだけなのよ」。彼女はこう言いながら昨日岡本のおじにもらってきた小切手を帯の間から出した108。彼女がわざとらしくそれをお秀に見せるように取り扱いながら。 津田の手に渡した時彼女には夫に対する一種の注文があった前後の行きがかりと自分の性格から割り出されたその注文というのは他でもなかった彼女は夫が自分としっくり呼吸を合わせてそれを受け取ってくれればいいがと心の内で祈ったのである 会心の微笑を漏らしながらうなずいてそれを覆うように枕元へ放り出すかでなければごく簡単なしかし細君に対して最も満足したらしい礼をただ一口述べて再びそれをおのぶの手に戻すかいずれにしてもこの小切手の出どころについて夫婦の間に夫婦らしい鬼脈が通じているという事実を おひでに見せればそれで足りたのである不幸にして津田にはおのぶの所作もこぎってもあまりに突然すぎたその上こんな場合にある彼の擬曲的技巧が崔君とは少し趣をことにしていた彼は不思議そうに小切手を眺めたそれからゆっくり聞いた「こりゃ一体どい どうしたんだいこの冷ややかな調子と等しく冷ややかな反問とが登場の第一歩においてすでにおのぶの意気込みを恨めしくくじいた彼女の良きは外れた「どうしもしないわ」「ただいるからこしらえただけよ」こう言った彼女は腹の中でひやひやした。 彼女は津田が真面目くさってその後を聞くことを非常に恐れたそれは夫婦の間に何らの鬼脈が通じていない証拠をお秀の前に暴露するに過ぎなかった訳なんか病気中に聞かなくてもいいのよどうせ後でわかることなんだからこれだけ言った後でもまだ不安心でならなかったお信は 津田がまだ何とも答えない先にすぐその次を付け加えてしまった。よしわからなくったって構わないじゃないの。たかがこのくらいのお金なんですもの。こう知らえようと思えばどこからでも出てくるわ。津田はようやく手に持った小切手を枕元へ投げ出した。彼は金を欲しがる男であった。 しかし金を珍重する男ではなかった使うために金の必要を他人より余計通説に感じる彼はその金を軽蔑する点においておのぶの言葉を心から肯定するような性質を持っていたそれで彼は黙っていたしかしそれだからまたおのぶに一口の礼も言わなかった 彼女は物足らなかったたとえ自分に何とも言わないまでもおひでには流因の下がるようなことを一口でいいから言ってくれればいいのにと腹の中で思ったさっきから2人の様子を見ていたそのおひではこの時急に「兄さん?」と呼んだそうして懐からきれいな女持ちの髪入れを出した。 兄さん、私持ってきたものをここへ置いていきます彼女は髪入れの中から白紙で包んだものを抜いて小切手のそばへ置いたこうしておけばそれでいいでしょ津田に話しかけたお秀は安におのぶの返事を待ち受けるらしかったおのぶはすぐ応じた「秀子さん それじゃすみませんからどうぞそんな心配はしないでおいてください。こっちでできないうちはともかくもですけれどももう間に合ったんですから。だけどそれじゃあ私の方がまた心持ちが悪いのよ。こうしてせっかく包んでまで持ってきたんですからどうかそんなこと言わずに受け取っておいてくださいよ。二人は譲り合っ 同じような問答を繰り返し始めた。津田はまた辛抱強くいつまでもそれを聞いていた芝居に2人はとうとう兄に向かわなければならなくなった「兄さんとっといてくださいあなたいただいてもよくって」津田はニヤニヤと笑った「おひでえ」 妙だね。さっきあんなに強硬だったのに今度はまたバカに安っぽくもらわせようとするんだね一体どっちが本当なんだいおひではきっとなった「どっちも本当です」この答えは津田に突然であったそうしてその強い調子がどこまでも霊笑的に構えようとする彼の気泡をくじいた おのぶにはなおさらであった彼女は驚いてお秀を見たその顔はさっきと同じようにほてっていたけれども涼しい彼女の目に宿る光はただの怒りばかりではなかった悔しいとか無念だとかいう敵意のほかにまだ認めなければならないあるものがそこに陰ろったしかしそれが何であるかは 彼女の口を通して聞くより他に道がなかった2人は引きつけられた今まで持続してきた心の態度に角度の転換が必要になった彼らは遮ることなしにその輝きの説明を彼女の言葉から聞こうとした彼らの「良き」と同時にその言葉はおひでの口をついて出た 百「実はさっきから言おうかよそうかと思って考えていたんですけれどもそんなふうに兄さんから冷やかされてみると私だって黙って帰るのが嫌になりますだから言うだけのことはここで言ってしまいますけれども一応お断りしておきますがこれから申し上げることは 今ままでのとは少し意味が違いますよ。それを今まで通りの態度で聞いていられると私だって少し迷惑するかもしれません。というのはただ私が誤解されるのが嫌だという意味でなくて私の心持ちがあなた方に通じなくなるという分けあいからです。おひでの説明はこういう言葉で始まった。 それがすでに自分の態度を改めかかっている二人の良期に一倍の角度を与えた。彼らは黙ってその後を待った。しかしおひではもう一遍念を押した。少しは真面目に聞いてくださるでしょうね。私の方が真面目になったこう言ったおひではその強い目を津田の上からおのぶに移した。 もっとも今までが不真面目というわけでもありませんけれどもね何しろ姉さんさえここにいてくださればまあ大丈夫でしょういつもの兄弟喧嘩になったらその時に止めていただけばそれまでですからお信は微笑してみせたしかしおひでは応じなかった私はいつかから 兄さんによう言おうと思っていたんです。姉さんのいらっしゃる前でですよ。だけどその機会がなかったから今日まで言わずにいました。それを今改めてあなた方のお揃いになったところで申してしまうのです。それは他でもありません。ようござんすかあなた方お二人はご自分たちのことより他に。 何にも考えていらっしゃらない方だということだけなんです。自分たちさえ良ければ、いくら人が困ろうが迷惑しようが、まるで予想を向いて取り合わずにいられる方だというだけなんです。この弾案を津田はむしろ冷静に受けることができた。彼はそれを自分の特色と認める上に、 一般人間の特色とも認めて疑わなかったのだからしかしお信にはまたこれほど意外な批評はなかった彼女はただ呆れるばかりであったこうか不幸かお秀では彼女の口を開く前にすぐ先へ行った兄さんは自分をかわいがるだけなんです姉さんはまた 兄さんんに可愛がられるだけなんですあなた方の目には他に何にもないんです。妹などは無論のこと、お父さんもお母さんももうないんです。ここまで来たおひでは急に後を継ぎ足した。二人のうちの一人が自分を遮りはしまいかと恐れでもするような様子を見せて。私はただ 私の目に映った通りの事実を言うだけですそれをどうしてもらいたいというのではありませんもうその時期は過ぎましたありてに言うとその時期は今日過ぎたんです実はたった今過ぎましたあなた方の気のつかないうちに過ぎました私は何事も因縁づくと諦めるより他に仕方がありませんしかし その事実から割り出される結果だけは是非ともあなた方に聞いていただきたいのですお秀はまた津田からおのぶの方に目を移した2人はお秀のいわゆる結果なるものについてはっきりした観念がなかった従ってそれを聞く好奇心があっただから黙っていた結果は簡単ですとお秀が言った 結果は一口でで言えるほど簡単ですしかし多分あなた方には分からないでしょう。あなた方は決して人の親切を受けることのできない人だという意味に多分ご自分じゃ気がついていらっしゃらないでしょうから。こう言ってもあなた方にはまだ通じないかもしれないからもういっぺん繰り返します。 自分だけのことしか考えられないあなた方は人間として他の親切に応ずる資格を失っていらっしゃるというのが私の意味なのです。つまり他の行為に感謝することのできない人間に切り下げられているということなのです。あなた方はそれでたくさんだと思っていらっしゃるかもしれません。 どこにも不足はないと考えておいでなのかもわかりません。しかし、私から見るとそれはあなた方自身にとってとんでもない不幸になるのです。人間らしくうれしがる能力を天から奪われたと同様に見えるのです。兄さん、あなたは私の出したこのお金は欲しいとおっしゃるんでしょしかし、 私のこのこおお金を出す親切は不要だとおっししゃるんでしょ私から見ればそれがまるで逆です。人間としてまるで逆なんです。だから大変な不幸なんです。そして兄さんはその不幸に気がついていらっしゃらないんです。姉さんはまた私の持ってきたこのお金を兄さんがもらわなければいいと思ってらっしゃるんです。 さっきからもらわせまいもらわせまいとしていらっしゃるんですつまりこのお金を断ることによって合わせて私の親切をも排斥しようとなさるんですそしてそれが姉さんには大変なお得意になるんです姉さんも逆です姉さんは妹の実意を素直に受けるために感じられるいい気持ちが 今のお得意よりも何倍何層倍人間として愉快だか、まるでご存知ない方なのです。おのぶは黙っていられなくなった。しかしおひではおのぶよりなお黙っていられなかった。彼女を遮ろうとするおのぶの出鼻を押さえつけるような熱した語気で、自分の言いたいことだけ言ってしまわなければ気が済まなかった。 110「姉さん何かおっしゃることがあるなら後でゆっくり伺いますからご迷惑でも我慢して私に言うだけ言わしてしまってください。何もうじきですそんなに長くかかりゃしませんおひでの断り方は妙に落ち着いていたさっき津田と衝突した時に比べると。 彼女はまるで反対の傾向を帯びて月光から鎮静の方へ押し移ってきたそれがこの場合いかにも案外な現象として2人の目に映った「兄さん」とおひでが言った「私はなぜもっと早くこの包んだものを兄さんの前に出さなかったんでしょう」「そうして今になってまた何で決まりが悪くもなく」 それれあなたた方の前に出されたんでしょう「考えてください。姉さんも考えてください。考えるまでもなく2人にはそれがおひでの奇弁としか受け取れなかった。ことにお信にはそう見えた。しかしおひでは真面目であった。兄さん私はこれであなたを兄さんらしくしたかったんです。 たかがそれほどの金でかと兄さんはせせら笑うでしょうしかし私から言えば金高は問題じゃありません少しでも兄さんを兄さんらしくできる機会があれば私はいつでもそれを利用する気なのです私は今日ここでできるだけの努力をしましたそして見事に失敗しましたことに 姉さんがおいでになってから以後私の失敗は急に目立ってきました私が妹として兄さんに対する執着を永久に放り出さなければならなくなったのはその時です「姉さん御所ですからもう少し我慢して聞いていてください」お秀はまたこう言って何か言おうとするお信を制した あなた方の態度はよく私にから1時間2時間の説明を伺うより今ここで拝見しただけで私が勝手に判断する方がかえってよくわかるように思われますから私はもう何にも伺いません。しかし私には自分を説明する必要がまだあります。 そこはぜひ聞いていただかなければなりませんおのぶは随分手前勝手な女だと思いながら黙っていたしかし初手から勝利者の余裕が付着している彼女には黙っていても大した不足はなかった兄さんとお秀が言ったこれを見てくださいちゃんと紙に包んであります おひでが家から用意して持ってきたという証拠にはなるでしょう。そこにお秀の意味があるのです。おひではわざわざ枕元の紙包みを取り上げてみせた。これが親切というものです。あなた方にはどうしてもその意味がお分かりにならないから、仕方なしに私が自分で説明します。そして、 兄さんが兄さんらしくしてくださらなくても、私は家から持ってきた親切をここへ置いていくより他に道はないのだということも一緒に説明します。兄さん、これは妹の親切ですか義務ですか兄さんはさっきそういう問いを私におかけになりました。私はどっちも同じだと言いました。兄さんが、 妹の親切を受けてくださらないのに妹はまだその親切を尽くす気でいたらその親切は義務とどこが違うんでしょう私の親切を兄さんの方で義務に変化させてしまうだけじゃありませんかおひでもう分かったよと津田がようやく言い出した。 彼の頭に妹の言う意味ははっきり入ったけれども彼女の予期する感情は少しも起こらなかった彼はさっきからうるさいのを我慢して彼女の言い草を聞いていた彼から見た妹は親切でもなければ誠実でもなかった愛嬌もなければ気高くもなかったただ厄介なだけであった もう分かったよそれでいいよもうたくさんだよすでに諦めていたおひれは別に恨めしそうな顔もしなかったただこう言った「これはうちが建て替えてあげるお金ではありませんよ兄さんうちが京都へ保証して成り立った約束を兄さんがおぶりになったためにうちでは お父さんの方へ義理ができて仕方なしに立て替えたことになるとしたら、なんぼ兄さんだって心持ちよく受け取る気にはなれないでしょ。私もそんなことで家を煩わせるのは嫌です。だからお断りをしておきますが、これはうちとは関係のないお金です。私のです。だから兄さんも黙っておとりになれるでしょ。 私の親切はお受けにならないでもお金だけはおとりになれるでしょ今の私はなまじいお礼を言っていただくよりただ黙って受け取っておいてくださる方がかえって心持ちがよくなっているんです。問題はもう兄さんのためじゃなくなっているんです。単に私のためです、兄さん。私のために どうぞそれを受け取ってくださいお秀はこれだけ言って立ち上がったお信は津田の顔を見たその顔には何という合図の表情も見えなかった彼女は仕方なしにお秀を送ってはしご段を降りた二人は玄関先で尋常の挨拶を取り交わせて別れ